やあ、糸って結構貴重品だよね。作るの大変だもん。そうだ、やあ、たくさん見つけられれば大儲け。島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。くっそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。やあ、ライザー助けてくれ。何が出るかな。よいしょ。あ、僕目が悪いからこういう細いのとか小さいのとか探すの苦手なんだよな。鉱石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。よいしょ。魚の目って何考えてるか分かんなくて気にもない。取れたよ。やっぱり見たことない魔物もいるじゃねえか。腕試しだ。あいつらに挑んでみようぜ。本当に？ああ、それまで俺に付き合ってくれよ。さあ、はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。さあ、行くぜ。せい。そこ。まだまだ。せい。行くよ。今だ。レント、任せた。レント、頼んだよ。行くよ。おや。今だ。行くよ。そこ。せっ。行くよ。そこ。せえな。そこ。せっ。これくらい当然さ。取れたよ。草なら俺でも集められそうだな。一気にやっちゃおう。おりゃ。そこ。えい。
な。せい。せい。行くよ。そこ。そこ。ライザ、頼んだ。せえな。ライザ、隙を作って。どや。今だ。そこ。使って。せえな。おや。行くよ。もう終わりかよ。また一つ。まだま、おっとと、よっ、一気にやっちゃおう。おや、行くよ。そこ、今だ。せえな、一気に行くぜ。今だ。行くよ。せえな。ライザ、隙を作って。そこ。今だ。それそれ。せえな。やっ。やっ。もう終わりかよ。そろそろどうだろう。うん。怖くは僕も。よし。実戦はこれくらいで。やっと帰れる。ほんと、俺らって悪ガキだよな。こんなことしてるなんて。私もバレたらめちゃくちゃ怒られる。行くぜ。おりゃ。行くよ。そこ。そこ。おりゃ。行くよ。おりゃ。そこ。そこ。せえな。行くよ。ライダー。隙を作って。おりゃ。今だ。そこ。せえな。使って。続くよ。ぶっ飛べ。もう終わりかよ。やっちゃおう。おや。そこ。そこ。これならどう？せえな。おや。せい。そこ。ライザ。今だ。頼んだ。これならどう？さあ、どんどん進もう。また一つ強くなれたぜ。まだまだ強くなるよ。おっとと、あ、大きい材料なら俺の剣で細かくするか。え、さあ行くぜ。そこ。今だ。せえな。せい。おりゃ。行くよ。そこ。そこ。せえな。ライダー、隙を作って。おりゃ。自分でなんとか。今だ。ほらよ。
もう終わりかよ。植物でいい。気をつけて。そこ。おりゃ。今だ。ライダー、隙を作って。今だ。ライダー、頼んだ。そこ。もう終わりかよ。しか見たことなかったけど、いろんな形のがいるんだな。踏み込みはあんなもんだったよな。何ブツブツ言って。お、ああ、リラさん。帰った後にまで熱心だな。ああ、リラさんは戦士。リラさんってアンペルさんとずっと一緒に旅をしてるって聞いたよ。興味ないな。リラさんは俺に必要な。割り切ってるの。レントも早くリラさんくらい頼もしい戦士になってよね。お前を手伝うために腕を。ライザ、お前またどこほっ。うわ、めっちゃ怒ってる。いい加減にしないと、屋根裏の。ちょっと待って、それは困る。絶対ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。いくら言っても手伝いは。屋根裏に鍵かけられたくなかったら。もう、わかったよ。知らないよ。そんな、はあ、いっそ錬金術でパパッと使う。
しようかな。錬金術で草刈り窯って作れ、草刈り窯？実はうちって農家なんだ。だったら店で、いやちょうどいい。錬金術の、ああ、まだ一からレシピを考えるのは難しいだろうが。レシピを改良？前に教えて。いやそうではない。錬金術の改良とはそれこそが錬金術のレシピ変化だ。草刈り窯はこの本に書いてあるインゴ、大きな骨もどう？ありがとう。うわ、どれにしようかな。
これでどうだ。さあどうだ。悪くないんじゃないかな。教わったレシピ変化もうまくできたし、それにこれがあれば手伝いだけじゃなくて私の錬金術の幅もぐっと広がって、すWe'll be right back.
方法。こんな感じでいいから。これで大丈夫かな。ライザ、ご苦労さん。余った分は持ってく。しかしライザが手伝いに来るなんて。だって手伝わなかったら屋根裏に入る。そうか。遅くな。余ったこれどうしよう。ここがお前さんの。あ、無事に草刈り窯は作れ。アンペルさん、もしたまたまこの農場に用があっただけだ。だが物はついでだ。草刈りがこれって今のお前さんでは到底作れないようなものばかりだが、新しい道具が増えれば採取だけでなく新しい場所、新しい用も済んだわ。アンペルさん、ありがとう。あれ、そういえば、よいしょ。ライザ、出かけるって。クラウディアの家だよ。場所が。え、そうなの。アンペルさんたちの家の近くだとさ、同じように空き家を。旧市街か。あそこら辺。よし、さ、詳しい場所は聞いたし、旧市街。なるほど。何作っちゃおうかな。どこにしよう。どこにしよう。さあ、何を入れよう。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。どこに何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、で、どれにしようかな。どうしようかな。
どうしようか。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこに、さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。次はどうしようかな。悩んじゃうな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。さあ何を入れよ。何を入れるのか、どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。よし、これがあれば木を切ったりで、他にも使い。
よーしょ、うーんしょ、よーしょ。聞いた話だと、多分すみません、おい、これくらいやった方がいいぞ。いきなり大声で呼んだりしてごめんね、ライザ。ううん、来てくれて嬉しかったよ。挨拶に来たかった。私たちの方もドタバタしてて遊びに。アンペルさんとリラさんから聞いてるよ、みんな。まあな、忙しいけど楽しいぜ。僕なんかまだは。アンペルさんたちとは会ってたんだ。うん、近所だし、お父さんの相談役として二人も遺跡の調査だったかな。その仕事が終わるまでは。みんなだとしても。そっか、そうだよね。うれし、それはそれ、これはこれだよ。そうそう、錬金術だ。ありがとう。安全なら外出。あれは実際、ああ、そういえばずっと気になってたんだけど。親父さんもよく言う、女の子の秘密を気安く聞いた。そんな大げさなことじゃないよ。いや、ようこそし。ああ、こんにちは。お邪魔してます。ねえクラウディア、今度私の部屋に来ない？うん。
休まるね。ふっふっふ、クラウディア君、我がアトリエに。それ恒例がなんかなの？ご自慢のアトリエにお招きいただき光栄でございます。クラウディアまでノリノリか。それよ、そういう反応が欲しかったのよ。本当に今日は招待してくれてありがとう、ライザ。ここに招待されたからにはクラウディアも正式。何の正式よ。私の。何クラウディア、そのケース。うん、あの時そのケースが理由。確か親父さんには秘密。うん、中は。フルートっていうの。あの日もお父さんに見つからないところまで行って魔物に襲われたと。それはちょっと。いいよ、無理には聞かないから。わざわざ言わなくても。ああ、うん、私の方こそこうして持ってきて。それよりさ、ごめん。あ、無神経はライザの方なんじゃないの？うるさいわね。言ったろ、ここ、あた。何作っちゃおうかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわぁ、どれにしようかな。これでどうだ。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。ライザ、ちょっといいかな。お使いを頼みたいのだけど。フレッサの店でヤギ肉を。お使い？めんどくさいな。
買ってきてくれたらお駄賃を出せ。やる、やりま。こんなとこでな。うるせえクソガキ、いきなり邪魔しやがる。そういう話じゃないで。ちょっとザムエルさん、道端で喧嘩なん。あ？てめえライザーか。前もそんなこと言ってましたよ。じゃなくて、過去のクソ店主が俺には先を売れねえと金だってあるんだ。街道で魔物をぶっ倒して稼いだ。わかった、わかった。俺が話し…チェ、胸くせあり。ライザもすまねえ。ううん、ザ…ああ、酒に酔ったら暴れて。あれじゃ、母ちゃんが出て行って当然だ。レント…すまねえ。な…レントの力になれればいいんだけど…何？どれが必要？これで取引成立だ。また来ます。
おい、こんな感じでいい。お、それでおだ、もちろん忘れ、こ、ただの買い物だし、そんなものだち、足りないというならもっと働くことだ。頑張って人の役に立てば、き、手伝いか。休んじゃおう。